次回の動画で、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 お待たせしました。第2回質問コーナー回答編。すいませんでした。やれよとクレームが来てまして、お嘘つき野郎とか殺すぞとか、もうそういう言葉は、言いませんで。とて安定の謝罪ですよね。すいません、完全に忘れてました。ホピー。さんこんばんは、深夜の放送部タクです。イエイイエイ。つってね、これ昔のキングコングの挨拶風言うとりますけど、先週ニュース速報ができてなかったよってすごいクレーム来たんで今日やります。毎回前置きが長くて全然できないんで早速やりますよ。いきます。さあ、今週の俺的ニュース速報の時間です。最近の気になったニュースを一気に紹介していこうかなと思っておりました。一つ目、金婚西野が寄付金で炎上。今月4日、相方行方不明でおなじみ金婚西野さんなんですが、自身のブログで3億円の寄付金を募集し炎上しました。その内容が、自分の美術家を作るために3億円の借金をした、なのでその返済を協力しないとマジで俺死ぬよという寝言は寝ていい状態。さらに実際には3億円はまだこれから借りる予定であり、まだ借りてもいねえのに募金を呼びかけた平成最後の3億円事件だと非難が相次いでいるということです。さらに去年には電車賃300円の募金の協力を呼びかけ、11万相当を集めた後、騙されやがったな、俺はもう五反田に帰っている、俺の勝ちだなど昔炎上していたことも発覚。今回の件を含め詐欺罪に相当するんじゃないのか、おまんと非難が相次いでいるということです。あ、でもそれでも応援してる人がいて300円くれって言ったら11万集まるっていうのがすごいですよね。まあ、話題性を狙った炎上商法で思うつもなのかもしれません。チャチャンチャチャチャンチャチャン。次です。ひょっこりはん BGM が著作権法違反になる。今月、権利所有者がひょっこりしてがっぽり稼いでいたひょっこりが学士することになったもっこりはん事件なんですが、いつかネタバレ出演の際に BGM が差し替えられるという事態が発生しました。視聴者からは全然面白くない、一気に劣化、魔法から冷めたなど言いたい放題のやり放題言われる始末に、今後の活動を心配する声も飛んでいるということなんですが、はい、まあこれ何が決定的にダメだったかと言いますと、人の曲を少しいじって配信したことですよね。曲自体は表記してくださいというフリー音源なんですが、それを他人が有料で配信しちゃうと、それはさすがに怒るだろうという感じですね。来年はテレビにひょっこりすることはなさそうです。OK。3つ目、修羅の国流カツアゲ。今月3日、修羅の国でおなじみ福岡県で、小学5年生の女の子の隣にいきなり男が座り込み、お金あるならちょうだいと声をかけました。男は女の子の財布から1000円札を1枚抜き取り、そのまま立ち去り家にカムバックした女の子の両親が通報し逮捕に至ったということなんですが、なんと今回逮捕されたのが79歳無職のジジイ。いいですか皆さん、老人が小学生から1000円を抜き取る、これぞ不屈の九州男児ですよ。なわけあるか。キモすぎですね。ちょっとこの時期やっぱおかしい人多いんでね、みんな気をつけてください。ちなみに今福岡では連続放火魔がうろうろしてるっていう風にちょっと話題になってますね。気をつけて。最後です。辻のぞみ米竹と炎上。28日我らが炎上エンジョイ大先生のノンピース管理者の辻のぞみパイセンがホットケーキを作ったことをブログで報告しました。もちろん炎上しました。謎。理由としては本文のご飯炊き忘れてパンもなくて救ってくれたのはホットケーキでしたの一文、朝ぐらい米を炊け、コンビニでもご飯ある、早炊きすればホットケーキと変わんないだろうがというひどすぎる内容。もはや逃げ場のないノン先生なんですが、去年末の実は嫌いじゃないママタレで1位を獲得するなど、実は愛されているだけなのではともささやかれているということです。もうよくわかんないですね。はい、というわけで先週分以上でございます。気になったニュースへのコメントお待ちしております。前です。つか前さん動画上げないですね。あー、やんできた。はい、というわけでニュース速報忘れちゃってすいませんでした。また次の動画でお会いしましょう。ナンピース、おやすみ。